はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメカニックスでちょっとギャネンドラを、使っていきたいと思います。まあ、サクチャレがね始まっちゃうとギャネンドラなかなか使う機会がないと思いますので、今のうちにちょっとギャネンドラの性能を見ておきましょう。まずはちょっとこっちか、守備位置遊撃手なんで野手ですね。で、得意練習が、走塁と打撃の2種類になります。で、テーブルの方が、まあ、一応45までいくとタック70になるんですけれども、35を前提としていくとタックは 60% で、筋力ボーナスと骨イベの固有持ちですね。で、やる気効果75がついてますということで、テーブル的にはね悪くないと思います。打撃とね走塁で筋力ボーナスがついてるんで、まあ、筋力のね底上げができるようなキャラかなと思います。で、ただちょっとコツが多くて、盗塁、流し打ち、固め、ローボールヒッター、ヘッスラ、本塁生還、速攻窮地と、他にゲッツー崩しを持っているので、ゲッツー崩しとヘッスラは直取りしていいと思います。で、金徳は窮地の上位で、ヒートアップ、確定ですね。で、金徳のイベント回数が2回、福井部2回で全4回と、まあ、イベント回数は普通というところになってます。で、編成としては、まあ、こんな感じで来てるんですけれども、基本的には骸骨だったりコツを重視して、イベントを組んでますね。マップはあんまり気にしてないです。で、前4なんですよね。ギャネンドラ前なんで、まあ、ホムラちゃんとナゴミちゃんがイベント数少なめなんで、前4でも回るかなと、思ってます。まあ、一応これでやっていきましょう。精神が割と足りなくなるかな、この編成だと。監督は上げておきたいけど、こっちもやっておきたい。まあいいや、監督にしよう。まだ体力が減ってないからね。で、メカニックスのなごみちゃん彼女なんで、お守りは持ってきてないです。その代わり友達スタンプを持ってきてるんで使っていきましょう。どうしてもねちょっと評価低いキャラが揃ってるんで、で、ナヌークを入れてきてるのはなごみちゃんと友沢でね、結構技術点がね余ると思うんですよね。まあ、それで魔術師は直取りしていいかなと思うんで、一応そんな意図でナヌークを入れてます。あとナヌークはね肩なんで、ナイトメールさんとまともと、ナイトメールさんまともナヌークで、うまくいけば肩3のタッグが組めるというところですね。あとはポイントを見つつ、ただなごみちゃんやっぱりお守りがないから評価は優先して上げていこう。お、ここはいいね。もうとにかくなごみちゃん、あ、もう乗ってたまあいいや、ポイントゲッターとして。さて、40まで来てるので少し見ていきますか。評価どう進んでいく、左に進んでいくか。ここの上限アップ取るにはね、ここを開けないといけないんだけど、金徳がないねこの編成それすら気づかなかった。獲得量アップがここにあるのか。なんかこうどっちにも行かないといけないっていうのが大変だな。まあいいや、獲得量アップはね初めの方に取っておいた方がいいんで、ちょっと右を目指していきますか。まずは肩ブーストが来ちゃったよ。まあ、使える時に使うか。どうする、 7% ね。いや、ナイトメールさんの評価上げてこう。で、ここは真ん中にして監督評価を上げつつ、なごみちゃんの評価を上げる。デートだけだとね絶対間に合わないんで、評価的に19か、ナヌークのコツを取るか。19、いや、ちょっとコツにしよう。チャンス OK。 これであとは小村ちゃんが乗ってくれればチャンスは5になると。んー、どうする、やることがマジでないな。まあ、メンタルしかないか。なるべくメンタルで回復させたいんですよね。で、ここはどっちだ、笑いに変えるか。技術だった間違えた、告白来たね。デートしよう。
本当にね、なごみちゃんは技術をくれるキャラクターなんで。23、コツがあるけど、ここはこっちにしよう。ナヌークの評価も上げつつポイントを取る。ナイトメールさん、まあ、これは回復して人気者でいいでしょう。まあ、安定評価もね10上がるしね。筋力ナヌーク監督小村ちゃん、筋力もな不足しそうではあるんだよね。肩ブーストか、そういえば右に行くためには肩って6か。じゃあ別の方向へ進んでいこう。これ取って、お、広角打法取って、で次上限アップを取りますか。これは欲しいんだよね。270は60まで上げないといけないから、お、これはどうしようかな。パワーヒッターはねもう安定だから大丈夫なんだよね。なごみちゃんにしよう。ロジカルポイントか、体を張ったギャグ、これで放っておくにすると、これちなみに通常イベントなんですけど、調子安定が取れると。うわ微妙だな。ギャネントラと監督の評価上げていくか。おお満タンになってしまった。で穂村ちゃんのバイトが始まったんで、体当たりは掴んでいきましょう。ちょっとロジカルマップを見て上限アップで、割とブーストがあるんでブーストをできる。あ、こいつ初級持ってんのか。ちょっと待ってよく考えればこれ取ってねえじゃん。ブーストができるものは取っておきたいんだよね。22、これだな。ここはどうする。火をつけよう。経験点が結構おいしい。肩1234、特にタックが来てるわけじゃないんだけど、いやもうブースト使っちゃおう。もういけるときにやる。まあ悪くない。監督評価を上げつつ、小村ちゃんの評価も上げつつ、友沢の評価も上げていく。ダブルタックこういう時にやればよかったって思うんだけど、まあ、それを言ったら始まらないんで、獲得量アップを取っていきましょう。で次は左に流れてく。これここがないの珍しいね。どういうシステムなんだかよくわかんないけど、まあ、これってこれでいいでしょう。まあ落ち着け。こっちは金徳ですね。これは下で進んでいきます。おお、ちょっと待って、これは無理だぞ。回復しよう珍しく役立ったな、ま、これはもう絶対これでしょう。やっぱ技術乗るよね。本当に技術が乗る。ロジカルポイントの30も取れたのか。おお25。どうする。金、あ、これはあれか、パワーが上がるやつかと思ったら違った。逆境。ナイトメールさん解雇、ロジカルマップで取れるんだ。結構でかいなそれ。今回割とな、精神がどれだけ稼げるかっていうのが結構ポイントになりそうだからね。小村ちゃんまだか。なごみちゃん一回やっとこう。お正月を一緒に過ごせないっていう可能性が出てくるからね。ナイトメールさん、いや20、10、イエー、ギャネンドラどうすよっかな。ナイトメールさんか。これ何、チャンス。チャンスはさ、でもさ、なんていうの、練習で1回掴めばよくない。
さよなら男ダイナ。体当たりとムードでしょ。体当たりムード、ヘッスラももう掴んじゃおう、忘れそうだからね。ゲッツ崩しも掴んでおいた方が安心だと思うんだけど、いや、ちょっとこっちにしよう。チャンスか、パワーヒーが欲しい。練習、監督は大丈夫そうかな。もうコツ、あー友沢か、ギャレンドラも乗ってないしな。やろう、やっぱりホムラちゃんとかね。え、ここは回復する必要がないんで節約しよう。まあ、ナイトメールさんとかもこうやる気効果アップのある人たちって結構初期評価低いよね。でこれでなごみちゃんは競争心をくれるんでね、友沢の骸骨になるんですよね。まあ、友沢が成功するかっていうのはまた別の話だけど、友沢はねマジで割と失敗するからね。競争心もう掴んじゃおう。他ないよね、競争心取れるとこなんて。広角打法は2か、まあ、ベレージヒッターも3でいいでしょう。チャンスは5にしたい。ナヌーク、友沢、ナヌークだな。なごみちゃんはちょいちょい気にしていかないといけないんで、早急ありがたい。でここは速攻にします。速攻、ギャネンドラがね速攻持ってるんで、野球が上手くなりたいと。技術が一応分かった。うわ、ろくなもんねえな。ここはデートしよう。ロジカルマップだけ気にしよう。1個なんか取っときますか。このコツ何？あ、初級か。あ、初級取っとこう。あ、あとこっち行かないといけなかった。ダイナはな、取んなくていいよね。さよなら取って、で、上限アップ取ろう。で、57か。もう1個、やっぱここ取らないと、ここが取れないんだよね。でコツを取りに行くかって言われたら、友沢か、パワーヒッター。最悪なごみちゃんから取ればいいからな。今んとこデートが全然進んでないんで一回消化しておこう。ここもやっぱ技術だよね。全然わからん。ポイント、お、28、でかい。タックが来てるわけじゃないけど、協力する。そうか、これも前イベなのか。遊びに誘う。これで窮地が取れますね。で窮地はね、もう正直1あれば全然いいんで、でヒートアップもね全然1で軽いんで、これはどうするかって言われたらもうここしかないよな。パワーヒッター、パワーヒッターは置いとこう。どっちにする？また今度、安定のまた今度で調子安定と。今のは通常イベントの福イベの方ですね。小村ちゃんか、どうしようかな。なんか使わなきゃいけないのとかって、内野安打を取っておこう。敏捷か、技術ね、打球伸び、連打、連打は取りたいね。ちょっと連打まで進めるか。なごみちゃんがね、鶴瓶が意外に重いからね。タック、ワンタック、ギャネンドラ、ここはこれだな。バレンタイン前なんで。1メートルあるってさ、1メートルだった、わかんない、何メートルって言ってた。20キロ、
これ1メートルだよね。ここで固め打ちが取れるんで、固めは掴んじゃいましょう。これでギャネンドラのコツも潰せますね。固めもまあ1でいいかな。あ、ナイアンダーもらっちゃおう。肩、うわ1人か。28、これはポイントを取りに行こう。っていうかそろそろ溢れそうは溢れそう。一回弾道は3いいくらいに全部合わせるか。ちょっと今回ね、何アピールにしたらいいのかよく分かんなかったから、そつなくこなすで来たんすよね。外野だし技術はね余りそうなんで、ミートとかにするとなとは思ったんだけど、ちょっと待って、4で待ち、そうだそうだ、使うんだよ。打球伸び、まあ、困った時の打球伸びもこれで軽減できるか、少しは。で連打と。筋力ブーストがあるね。別に筋力人がいるわけじゃないんだけどな。意外性か。筋力こちら辺で取っておくか。これは何が上がるんだっけ。おお、体力上がった、やった。20。なんかこううまく絡まないね。え、これ結構よくね。これ結構いいよね。ポイント、技術あるかな。ポイントにしよう。今のは結構悩んだな。さて友澤2回目 OK、 とりあえず通過した。もう一回通過しないといけないからな、めんどくさいことに。29、人はいるけどタックが絡まないよ。パワーもうちょっと上げてから。あ、これ筋力ブースト、あ、こっちにしようか。どこがいい。こっちにして左もいけるようにして、ここ開けたいからね。いやでも開かなかったら意味がないからな。筋力打撃ブースト、これさっきなんて言った、まあいいや。これ満塁男だっけ、成功すれば OK。 21、筋力ブーストがかけられればかけていこっか。別に人がいるわけではないので、どうせだったらレベル上げる、どうせだったらレベル上げよう。あ、上昇が来た。うん、やってこう。精神ポイントも結構くれるし。監督は大丈夫そうかな。どうだ。ん、失敗しやがった。友達と分かりづれんだよな。友達失敗する、ほんと失敗するよねこいつ。で回復しながらギャネンドラのコツと。いやまあゲッツー崩し潰しとくとか言って全然潰してなかったわ。まあいっか、まあ、絶対これが欲しいっていうことはないからね。これなごみちゃん、いやどうする、一回デートする。なんかすげえいいかって言ったら別にすげえいいあれでもないしな。いや本当にね、まともはねここなんだよね。金徳不確定っていうところ。あれ俺なんだった、レフトか。もういいや、お任せしよう。でやっぱ技術がちょっと突出して余ってるよな。困った時の打球伸びを取っちゃうか。で魔術師をね直撮りしないといけないっていうのがあるから、めっちゃ点入れられてんな。ロジカルポイント20は結構美味しいんだけどな。まあだったら自分で打てよっていうのもあるけどさ。
ギャネントは12。あー、もうこれこれだな。まあ、やっぱり割と筋力はもらえるよね、打撃練習にしては。19。うわ、28美味しい。14。だ、回復しつつっていうのも結構いいんだよな。コツがあるからね。こっちにしよう。よし、精神がどんどん強化されていく。ヒートアップ21。これここだな。でそうするといいや、ここのブーストも使っちゃおう。打撃はもうこいつしかいないもんね。いや、技術余るな。まあナヌークのあれでどんくらい稼げるかっていうのもあるけど。ゲッ、ナイトさん大丈夫か。通常イベントはもう消化してあるから。あ、20。ただあれはかけられないんだよね、29しかないから。これハイボールヒッターか。こっちはなんだ、肩プラス8とかか。いや、貯めておこう今は。意外性、あれ意外性ってなんかなかったっけ。でバイトが終わった。でチャンス。うわー、これ無理だな。いや、マジ無理だな。 0% とか回復とかもうないもんね。ありません。なのでちょっと惜しいけどデートをしよう。3回目。進みは悪くはないか。割と詰まったりするんだけどね。で技術だよね、やっぱなごみちゃんは技術なんだよな。で魔術師、メカニックエクササイズ、これもまあ普通にいこう。軽量化でいいよね。技術技術だらけだな。966とか。ヒートアップは取っちゃおう。で速攻も取っていいや。で連打も掴んじゃっていいよね。で帳尻合わせも取って、月崩しとかそれでも131だからね。レーザービームも取っちゃおう。他逆境って何かあったっけ。さよなら、満塁、初球、意外性は4、広角も取ろう。パワーヒッターは置いておく。送球もちょっと重いからな。チャンスもここで掴むと特能キャラだな今のところ。12 23 23はなかなか美味しい。守備、ブーストがかけられんね。ブーストかけられるけどな。どうしようかな。これちょっと取っちゃおう。もうこれはもう溢れさせるしかないんで、これでいこう。ナイトメルさん2回目。ホムラちゃんが終わって、でナゴミちゃんももう終わって、でナイトメルさんが2回目で、ギャネントラも終わったか。ってことは大丈夫そうだね。でコンボ的なのももう終わってるから、ちょ一応見てからにしよう。12。うん、これはメンタルだな。なのでここの筋力をちょっともう取っちゃいましょう。よし、270はだいぶでかいな。何もできなくなったけど。監督評価はもう全然大丈夫だね。よくわかんないけど精神が10上がった。あ、これ開くんだよね。開くんだけどどうしよっか。なんか別にもう上昇いらない気がするんだよな。だったらどっかっていう感じだけど、だったらどうする。こっち総力、総力系だね。あ、なんか別にすげえここだっていうのがないから、まあ、じゃあここにしとくか。総力ブースト。ひやる気が下がった。あー、で、リミッターが終わった。打った。火事場。メンタルは7。20。まあ、ワンタックだから特に。肩ブーストがここにあるのか。
まあいいや、今は貯めておこう。技術だね、もうマジで友沢は技術くれるわ。これどうする？動くところを見てみたい。あ、ロジカルポイントわかんのか。あ、これ回復しよう。真ん中のエレキ、精神もくれたね。ナイトメルさん、あー、これはここだな。さて60、一応練習を見てからにしよう。29、66、筋力のブーストをかけよう。これは筋力ブーストで筋力か。意外に筋力いきそうだな。あ、筋力ブーストはね、精神も稼げるっていうのが何気に嬉しい。これどこ、何がいいの、注意しよう。龍二の評価が下がるんだ。肩は19か。まあ、肩ブーストをかけるあれでもないしな。こっちはブースト、ブースト、筋力。筋力をじゃあもらっておこう。ちょっと能力を揃えますか。足が足りねえな。いや待って待って、これマジで走力足りねえわ。右下の走力ゾーンちょっと攻める。そうするとここら辺か、敏捷ゾーン150で、ここも210。よし、敏捷ゾーンを攻めていこう。そうすると肩だな。なごみちゃんのデート次何回目だっけ。1回デート挟んでおこう。11、12、敏捷、最悪これも取って総力っていうのもありだけどね。次4回目とか、4回目だね。で7月に1回デートして完走。あとどんだけ体力回復したっけ。最後はあんまり体力回復しなかったと思うんだよね。てかなごみちゃんがまだマックスじゃねえし、評価4、24、22。コツはナヌーク。あ、もうマックスになったか。これでメンタルだな。よし、やる気が上がった。これは4、19。いやー、敏捷が欲しいんだよな俺今。19か。これいくつだっけ。55。少しでもロジカルポイントをやっぱ稼いどこう。5番レフト。ちょっと走力も T にしておこう。うわー減るなー。パワー B。 どうなんだ全体的な高能力的には。結構特能を取ってるからね。あれ、あと乾燥した人ちょっと確認してみると、まずナヌーカ乾燥したでしょ。で友沢乾燥したでしょ、失敗したけど。でなごみちゃんはデート、小村ちゃん大丈夫、ナイトメールさんも大丈夫、でギャネンドラも大丈夫と。まあイベント的には問題ないか。これ金徳が何か1個あればねよかったんだけどね。友沢失敗してるから、まあその補填っていう意味で。そうするとな、あとこの編成でいくと変えられるのがね、ギャネンドラじゃなくてなんだっけ、ナヌーク枠なんだよね。ナヌークのところをねどうしようかかなり悩んだんだけど、そこを誰か金徳かぶらせればもうちょっと違ったかな。いやただね、技術が余るから結局ナヌーク入れて魔術師で技術を吐くっていう。56あるからこれ55を取ろう。よし、これで敏捷がだいぶ稼げた。
でもあれだね、ポイントはないんでまたポイント稼いで、で一回これは C にしちゃって、7月の3週ここはデートしよう、ラストデートで鶴瓶でしょ、ゴーンと、お、いいね、鶴瓶も結構重いからね、で連打は友沢で取ってあるんで、やっぱ友沢となごみちゃんは相性はいいよね。3であればまあまあ大丈夫か、連打が結構重いんだよね、火事場重いよないやでも1あって助かったわ、ナイトメールさん、パワーヒッターがないんだよね、あと火事場を取ろうとするとやっぱ精神力を使うからミートがな、上げられない、ミートと補給が上げられない。メカニクス大展開で迎える2回です。まあ、最後に小村ちゃんがなんかくれるけど、エピローグポイント、メカニクス同点のチャンスを迎えました。待ってよ、これもさ、たださ決勝まで行かないとさ、あのイベントが起きないからね。リードで迎える6回です。待って、フォーク、シュートか、はい、勝てばいい、勝てば、おい大丈夫か、本当大丈夫か、もう1点欲しい。リードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている、イワシ、これはいい当たりだ、いった、はい、メ、打者であれば俺が打てばなんとかなる。あ、そう、試合経験点もちょいちょいあるんだよね、これのいいところは。ナヌークもね、プラゴなんで。あー、回復しつつ内藤メールさん、いやー、こっち、次メンタルにいいのが来てくれ、みんなメンタルに揃え、15、悪くないね、これでいこう。さてマーチェットで、じゃあミートは B にしようで、勝ったでしょ、なんだかんだ言って技術なくなってきたな。よし、とりあえずオール C には持ってった。補給はもう上げらんないね、カジバのバカ力を取ると考えると。でチャンスはもう取ってある。おい待て、マジ待て、メカニクス攻撃に入ります。先頭バッターが取れるときに自分点を稼がなくては、げ、ただ1点取ってくれた。ナイトメールさんも出てくれてる。重い球など関係ない、ギャー、ナイトメールさんの足だと無理だな。ただよし2点取った、続いてくれたね。今日2本のヒットを放っている篠、第2球投げました、打った、これはこれ、パワーヒッター自体は持ってないからね、なんだかんだ言ってでも7点か。今日2本のホームランを放っている篠、第2球投げた、打った、うーん、もうちょい下か、フォークとか打つの難しいよな。試合経験点であとは稼ぎ出す。ロジカルマップ26、まだまだ稼げるな。でどうするっていう話よ、ちょっとやっぱり足必要だよね。肩8、足8、肩8、足8で筋力、困った時の打球伸びはあんまりいなかったかな。でこれでとりあえずでも OK でしょ。技術、このメンツで技術が足りなくなるか、何に使った、やっぱりなんだかんだで技術きつかったのか。今のは狙い目だったけどな、ちょっと第3球を投げた、スライダーと迷った、そしてスライダーを打てなかった。
4回の裏メカニクス攻撃に入ります。この回のトップバッターはただ魔術師も別に直取りしたって言ってもそんな重くないからね。打球伸びもコツをつかんで取ったからまだ全然マシでしょ。 OK で今30あるんだっけ、ロジカルポイントが。まあ、これだったらあれアピールでもよかったかもね。てかあんまりタックが来てねえな。うん、守備にして友沢から経験点をもらうか。あれロジカルマップってもうここで使っとかなきゃいけないんだっけ。じゃどうする、じゃあどうする肩ブーストもありかな。じゃあ30でしょちょうど。筋力はなプラス90か。え、どっちがいいの。あ、わかんねえ技術あるじゃんいっぱい。20と10で、あ、ここは30で90、6、7、変わんねえしよし、これでまあ一応技術を稼いでこっちだな。パワヒタ、あ、そうだパワヒタなかったんだ。最後なごみちゃんがくれるからさ、じゃあ肩にしとけばよかったかな。まあ、今更感はあるね。パワヒタ取ろう。で早急は大事。いや取っちゃおう。で守備上げられる。一応まあオール B っていう感じか。ここであと最後でどれだけ伸びるかだね。ここで打ってあとはね最後にホムラちゃんもエピローグ経験点くれるっていうのが結構美味しいかな。2回の裏メカニクス攻撃に入る。そう考えるとホムラちゃん強いよね。うお、ストレート投げてきた。まずは見送りました。第2球投げた、うん、カットか。カット7になるとねやっぱちょっと苦戦するよね打つのに。2とか3くらいだったら全く気にしないんだけど7はねやっぱりクッとくるよね。ボール1個分くらい。これは見送る。さあ次の投球投げました。これはいい当たりだ。いいね、広角打法やっぱいいよな。今ちょっと遅れた感がけ点を取られている。どうよ、ナックルも捉える。やっぱりロックンけ何なのこいつら。ロックンが強いからね。ナックルとかある程度当たりをつけて振ればホームランに持っていける。投げました。おお、すげえ、すげえ試合だ。服部君入れてくるか。入れてくるね。いや待って、今のはちょっと悩んだ。どっちかって一般人の方が打ちづらいんだよね。よし、あれ俺さよなら男持ってたっけ。ギャネンドラがいっちゃん最初に出てきてたよね。まあ、外野でレーザービームを持ってるからだと精神が少し足りないっていうことを考えると肩上げていくか。甲子園優勝。ドラ1はいけない。ドラ2よし、ここでポイントくれる。で、ホムラちゃんもくれると。で、気迫ヘッドは全然使わないんでまあ8000くらいと。取れるもの取ってこう、気迫ヘッド。そっか、火事場が残ってたね。で、大丈夫だね。ってことはやっぱ肩を上げていこう。
うん、バランス的にはもっと肩を上げてもいいね。パワーを上げよう。さてここからどうするか。コツを取ったものに関してはもう特能は抑えてあるね。あるよね。敏将がちょい余ってる。敏将がちょい余ってるか。でもこれ一気に振っちゃうともうなくなるからね。基礎能力を上げようとするともうなくなりそうな勢いだけど、あ、守備力上げとくか。これで割とまた平均的になってきた。フルヒッターってさ、敏将50も使うんだ。敏将を少し吐きたいね。そうすると高速チャージは絶対いらない。割とこうまんべんなく使うやつがいいな。そうすると本塁生還取ってささやき破り取る。打開か。打開取ってあと技術使うやつ対左で、そこから粘りの代打。おお、ポイントのさばき方はすごいね。もう何も取れない。さすがに何にも取れない。というところで、まあやっぱりね、まあまあちょっと待って、マトモザークの話しようと思ったけど、今回はギャネンドラなんで、まあ、ギャネンドラは悪くはない。もう全然悪くはないと思う。まあめちゃ強いかって言われたらそうでもないけど、まあ、手札とかがね、まあ、ちょっとあんまりない人に関してはギャネンドラは全然入れていっていいキャラだと思います。で、マトモザはやっぱり失敗するよね。もう俺の中ではね、マトモザは相当失敗するイメージがあるんで、ちょっときついよね。マトモザー君が成功してくれればね、また金徳が1個増えたのと、あとまあロジカルマップやっぱり1個くらいはね、金徳作っときたいねっていうのが今回思ったことでした。というところで、もうサクチャレも始まりますので、まあ、またサクチャレが落ち着いたらいろんなキャラを使っていきたいと思います。じゃあサクチャレ頑張っていきましょう。ということで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。